私は瀬戸口智子と申します。中国東方航空日本支社鹿児島支店の支店長です。今年入社して20年になります。とはいえ私と中国との縁はさらに昔に遡り、高校時代地理の時間に学校の先生が、今の中国は人口は非常に多く土地も広大で世界の工場と言われるけれども、どれだけも経たないうちに世界のマーケットになるだろう、そのような言葉が非常に印象に残っておりました。ですのでその時から私は中国の会社に入って世界の経済の発展をつぶさに見てみたい、そう思うようになりました。2002年は私にとってラッキーイヤー、忘れられない年です。なぜならばこの年に中国東方航空に入社し、鹿児島・上海線の就航に立ち会うことができたからです。2017年8月、ちょうど鹿児島・上海線就航が15周年の年に、私は鹿児島支店長を命じられました。今でもその時の感動と感激を忘れることはできません。その際、決意表明の中で話しましたのが、私の両親は私に命を与えてくれた、会社は私に任務を与えてくれた、だから今後ますます努力して自分を高め、会社や社会に貢献できるようになりたいということでした。コロナ以降、日本企業では徐々にウェブ会議の使用が言われるようになりました。ですが東方航空では数年前よりすでに全世界を結ぶウェブ会議のシステムが構築されておりました。私は中国のシステム応用に関しては全世界に向けて非常に先進的な国家だと思っております。また中国企業のコロナのリスクに関する管理は日本に比べて非常に厳しいような気がいたします。中国民航総局より出されました航空会社、そして空港のコロナ予防技術指導書に関しては非常に細かく書かれております。東方航空でも自身で従業員のコロナ予防管理システムが開発され、私たち従業員は毎日アプリに登録し、その日の健康状態、出勤状態などを登録しております。このような管理方式は当地ではまだなかなか発達してないような気がいたします。ですので私は会社の措置に対して 100% の安心感を持っております。今年はちょうど鹿児島・上海線就航20周年の年です。この20年で私は数十万人の日中のお客様に接することができました。皆さん、上海に対しては非常に良い印象深い思いがあられるようです。もしもこの20年を一言で表すならば、感謝の一言です。なぜならば私は素敵なお客様方に巡り合い、そして良い会社で働くことができ、非常に恵まれていると感じるからです。コロナの収束後、東方航空は以前と同様に中日の架け橋として、さらに多くのお客様方が顔と顔を合わせ、手に手を取り再会できることを、お手伝いできることを心から願います。